くれるのでした。I don't know if she actually said any more. I don't think she did. さすがに目覚めたばかりではかなりきつかったな。Tough after all. My whole body is throbbing in pain. If I don't get accustomed to my body a bit more, it'll be harsh at the head. So thinking, I lay down. Anyway, I'll take a short rest for now and try to recover. アローン様、起きてますか？ Are you awake? 何か用か？ニーズムが指導を共にしようとやってまいりました。うるさい、さっさと寝ろ。明日の朝も早いんだ。そんな。じゃ、また明日な。なんだ、まだ用があるのか。でしたら、怪我のお手当てだけでも。ああ、クソ坊主をぶっ殺した時のか。もうオガムに直してもらった。やわな体だからな。腕の関節と筋を痛めたんだ。ほら、今ではちゃんと動く。な？アローン様、手を出してください。拳をパーッと開いてみましょう。Fucking thing! Fucking thing! I hate you! So much tonight! So fucking much! Ah, fuck. So fucking much! I hate you! I hate you! There. Okay. Show me your hand! Open your fist, okay? そうだ。Here. そっちじゃありません。Not that one! 左手です。Your left hand! Left! ほら。どうして右手ばかり出すんですか？左です、アローン様。じゃ、寝るな、おやすみ。待って、寝ちゃダメです、アローン様。そうなったら、チョコ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 。こら、何よ。What are you? Oh goodness. Oh cute. ほーれ。Take this. チョコチョー。手を結んで開きましょう。やっぱり。あの時の血まみれじゃないですか。今すぐ治します。よせ、俺が自分でつけた傷だ。魔法はつな、それはむやみに使うことじゃない。でも、痛いでしょ。もう痛くない。嘘です。さっき拳を開いたと痛かったじゃないですか。ちょっとだけだ。明日には傷も塞がるし、血も固まる。このままじゃダメです。傷がひっつれたままくっついてしまいます。人が残るし、ずっとチクチクと痛みますよ。たまわんさ、どうせ傷はこれからも増える。私は嫌です。だってこの血はアローン様が流した涙なのでしょう。この傷は怒りと悲しみの跡なのでしょう。だったら私は、おい、アローン様の手がほんの少しでもそれを隠すことができたらって思います。少し痛いですよ。もう少しですから。
痛かったですか？ Did that hurt? もう、大丈夫です。Fine now. After that, Rhiannon very carefully began cleaning my wounds, wiping it off. はい、おしまいです。There, しばらくは強く握ったりしちゃダメですからね。ありがとう。Thank you. 感謝する。助けていただきましたから。別に負い目なんか感じることはない。あれは成り行きというか、ただの気まぐれだ。お前だからって助けたわけじゃない。タローン様は気まぐれにみんなを助けてくれるんですね。私、もっと大好きになってしまいます。あのな。I was surprised, and before I could say anything more, Rhiannon crawled into the bed and went right to sleep. Oh god, too cute! Too cute! Oh god! Looking at her calm, sleeping face,drowsiness began to overtake me. 成長したな、人間。Human. Murmuring that, I went to sleep. Oh my goodness. Oh my goodness, too cute. Too cute. Too fucking cute. Oh god. 現状を報告してくれ。Report on the current situation. 正確に頼むぜ。I'm counting on you to be the at it. で、誰の死体だった？ So, whose corpse was it?やはり小さいドルーク間違いないと。I don't remember how to pronounce his name. Whatever it's almost. マジか？ Seriously? あの墓泥棒の名草坊主がどうしてこんなところで死んでやがるんだ。やつはアルビオン島で魔王の棺とかいう大層なお宝を掘り起こしたとかで本国へ帰ったんじゃなかったの？裏付けはちゃんと取ったんだろうな。な、生き残った兵士たちからも事情を聞きましたし、確かに司祭ドルーク様が。ドルークでいい。さっさと帰国せずにこんな場所にいたという時点で、奴が本国の命令に背いていたのは明らかだ。あ、まお宝をがめようとしたんだろうが、でも奴が欲しがったお宝ってのはこんな古ぼけた大釜だったり、魔王の棺とかいううさんくさい塩物だったりするわけだろ。わざわざがめるような値打ち物だとは俺にはとても思えないんだがな。どうやらドルークは密かにこのエリン島に棺を持ち込み、独断で復活の儀式を試みていたようです。伝説の大魔王を復活させ、その力を我が物にせんとして。魔王の復活ね。そんなインチキ臭い儀式に狂った挙句、古城を一つ化け物まみれにしてくれたと。キャツラの処分にこちらの兵もかなりやられた。欲深な道化のせいで本当バッチリだな。やれやれ、元老院のお偉方も事の次第を報告すれば補充の兵を送ってくれるかな。何しろ大魔王が復活するなんてバカ話を信じ込んでたのは連中だったからな。それは。ああ、お前が恐縮したってどうにもならないのは分かってるって。それで今回のゲール族の花は、奴らは何を起こって大移動なんか始めやがったんだ。ここよらの連中はまあみんな蛮族だが、帝国には協力的だったろ。それがドルークが族長の娘を儀式の生け贄にさらったようで。おいおい、よりにもよって族長の娘を長期化？なんてこった。超神的な坊主がこれだから。
根拠はあったそうです。古代王国の隠された血統ってやつか。そんな蛮族のヨタ話信じてどうするよ。奴らは太古の王族だの妖精だのを先祖に従うんだ。箔をつけたくてさ。ですが、儀式に立ち立った魔法使いどもはドルークが復活した魔王に惨殺されたと口々に申しておりますが。魔王が復活？なんかの間違いさ。大方蛮族どもの仕業に決まってる。その娘の兄貴にアルサとかいう小僧がいたはずだ。そいつにやられたんだろう。確かに兵たちの話では蛮族の若者も乗り込んできたそうですが、もう一人見慣れぬ者がいた。もう一人？どんなやつだ？黒ずくめの凍えるような目をした、とても愚しい男だったそうだ。それが魔王だって言いたいんだな。そうです。まあいい。本当にいるのならいつか会うこともあるだろうさ。どうせ偽物だろうが。そんなことより今は事態の収拾だな。ゲル族は今どこにいる？はい、彼らは兄弟関係にあたる海の民から多数の船を調達し、一族ことごとく麦畑は焼け野原、民は逃げ出して村は入った。おいおいドルークよ、せっかくのエーリンどうしてくれるんだ？これでは 2,3 年は元に戻らん。帝国の退役兵でも入植させるしかないか。行くかします。今なら蛮族どもを呼び戻せるかもしれませんが。無駄だな。ここまでやらかしてしまったが、俺の前任者たちが長い年月をかけて築き上げた同盟関係もこれでおしまいだ。This is the end of the companionship my predecessors built up over many. それに帝国は従う者には寛容を与え、ひとたび牙を剥いた者には死を与えてきた。たとえこちらに火があろうと。残念だが、いずれは皆殺しにするしかないな。はい。なんだ？ビビってんじゃねえぞ。それこそが帝国の繁栄と永続を約束する支配の原則だったはずだろ。すべては永遠なる神聖帝国のために。よせよ、俺はその神聖って名前が、そんな言葉を付け出すよりももっと大切にすべき言葉があったろうってな。今回の件だって原住民どもにもう少し寛容に接していればここまでこじれなかったんだよな。ったく、最近のこの国はどうかしてるぜ。守るべき真偽すら狂った坊主一人にやすやすと踏みにじられてしまう。古き良き帝国の伝統もどこに行ったのやら。ガイウス様、それ以上はどこにデラトールの目があるとも限りません。思うところを言ったまでよ。俺は皇帝陛下の忠実なしもべさ。司令官殿、司令官殿はどこにおられますか？なんだ、あがちゃちゃしいな。重大な要件にて急ぎ陣狩りを務めるはずだった船団を捕獲しました。どうやらこれが族長船らしく、少なくともこれで族長以下部族の主だった者はこの島に足止めされているはずです。いかが計らいましょう。詫びのつもりで。